こんにちは。古美術エーザーの提供でお送りいたします骨董品の時間、ナビゲーターの市村です。本日も対談形式で、映像作家映像ディレクターのじいさんとお送りしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。映像作家のじいと申します。ディレクター歴20年やっております。最近骨董にハマってる状況です。今回も市村さんにいろいろと教えてもらおうかなと思ってやってまいりました。今回ですね、はい、ものすごく気になったのがですね、ティファニーの戦場時計、はい、はい、撮りました。あれ興味ありますね。 ありがとうございます。ちなみにティファニーって、はい、僕のイメージだと、まあ、指輪とかネックレスとか、はいはい、それからあとまあいろいろと高級ブランドなイメージがあるんですけれども。そうですね、なんかジュエリーとかそっちのイメージが強いかなと。そうですよね、思います。時計もまああるはあるですけど高いですよね、はい、そうです、ね。ちなみにティファニーってやっぱりご存知なんですか、いつから始まったかとか。あ、ティファニーは、はい、ですね、1837年に設立された会社で。37年ということは185年前ぐらいか。185年。はいはいはい、はい、それこそ1837年に、ニューヨークに1号店がオープンされて。ほう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 。当時は、輸入に頼っていたらしいです。あ、自分で作らないで輸入雑貨を、まあ、主に扱っていたというのが入り口 で、へえ。ちなみに初日のその店舗での売り上げが5ドルだったみたいで、はいはい、今で換算すると700円ぐらいの、はい、700円が、まあ、始まりだった。へえ。ということはもうあれですよね、めちゃめちゃ心配だったでしょうね。そうですよね、そうですよね。ここから自社で、自分とこの職人を抱えて自社製品をこう製造するようになっていったっていうふうに言われています。あ、きっと職人さんの腕も良かったんですよね。そうです ね、そういう人たちをこう集めたんだと思います。なんでそれこそ時計なんかも自社ブランドとしてもともと作っていて、へ、戦場時計なんかもそれこそ自社で作ったりしてたみたいです。あ、すごいなと思う。1845年から、メールオーダーカタログっていうのを、まあ、アメリカ初で発行してたのがティファニーで、今でいう、ブルーブックっていうことで、まあ、今でも親しまれているその名品コレクションを載せてるカタログがあるんですけど、はい、それなんかはもうそこから170何年間か、ずっと月一で今でも発行されてるものがあります。ブルーブックっていう。へえ、そういうものがあるんですね。はい、へえ。ティファニーも結構いろいろやってるんですね。そうですね、すごいですね、はい、やっぱり歴史があるから、はい、いろいろとできるところがあるんですよね。ブランドにも歴史ありというか、はい、ですね、まあ、だから価値も出てくるかもしれないですね。そうですね、うん、今回その僕がすごく気になった、はい、戦場時計、はい、コラボ、はいはい、商品だって言ってたんですけれども。そうですね、うん、ティファニーのロゴがあるのと、時計自体は、チェルシークロックっていう、まあ、また、時計メーカーの別のブランドのロゴなんかが入ってますんで、まあ、そことのコラボ、オリジナル商品ではなくてそことのコラボ商品なのかなと思っております。はい、コラボなんかやるんですね。そうですね、もともと戦場時計作ってたりもしたので、うん、18個ぐらいだったらしいんですけど。18個。当時自社の職人を抱えて、まあ、時計作って、で、はい、その中800個ぐらい、はい、まあ、時計作ったらしいんですけど、うち20個ぐらいが、戦場時計だったみたいで、自社でも作ってましたし、もしかしたらなんか、まあ、つながりがあって出してたのかもしれないです、ね。ああ、なるほどね。チェルシークロック自体で調べてみたら全く同じ型の、時計はまあ、アメリカの通販サイトとかにも結構出てて。あ、そうなんですか。はい、ティファニーのロゴがないバージョン、はい、でもうちょっと古いんですよ、はいはいはい、おそらく。なんで、なんか復刻版なのか、はい、なんか当時のそのチェルシークロックのものを使って、まあ、ティファニーが出したのかなって。あ、面白いですね。へえ。で、じゃあ、まあ、今回も、はい、ティファニーさんのその現物を見せさせていただいて、はい、よろしいでしょうか。はい、これですね、はい、これがチェルシークロック。そうですね、上にティファニーのロゴがあって、はい、下に、まあ、チェルシークロックの、あ、本当だ、こう印字があるんですけど、はい、
まあ、アメリカの会社なんですけど、はい、1900年頃からアメリカ政府の海上用の時計を、はい、まあ、作り始め、はい、アメリカの有名なクロックメーカーになるんですけど、はい、1903年とかにロールスロイス用の時計なんかも作ってたっていう、ちょっと面白い、ロールスロイス用のものも作ってたっていう、作ってたっていう、はい、海上時計がまあ専門、そこが一番強いんだと思うんですけど、へえ、そこで有名なメーカーですね。あ、そうなんですね、はい、で、これがこの2つ、こっちが時計、そうですね、こっちが時計で、こっちが気圧計ね、はい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 、で、こっちがどうなるんですか、これが、はいはい、はい、ここまでボタンになってまして、横はボタンになってる、ボタンになってる、こう、ここ、はいはい、あ、開くの、開くような、はいはいはい、手巻きなんで、多分この付属の鍵で、付属の鍵、はい、回すんじゃないかなと、はいはい、思います。こうです、へえ、こうなってるんですね、はい、付属の鍵で回す、はい、はい、手巻きなんで回すと、はい、なるほどなるほど、お、音が音が鳴ります。これでも一応鳴る時間とかっていうの決まってるんですか？そうです、船上時計なんで、まあ、船の乗組員さんたちが生活するにあたって、時間を把握するために、はい、船のその乗組員さんたちって、はい、3交代制らしいんですね、はい、なんで、1時から4時までで1回区切れて、うん、4時間ごとだったに区切れて、30分ごとにチャイムが鳴るようになってるみたいです。僕もね、別のね、はい、仕事のロケで重機船っていう大きな船に乗ったことがあって、はい、船員さんたちものすごく時間にシビアですから、うん、多分ものすごく精巧に時間を刻んでたんでしょうね、うん、キンコンっていう音で、ワンセットで、1時にそのワンセットが鳴って、2時に2セット、3時に3セットで、4時に4セット鳴って、それが1クォーターというか一つの塊になってて、5時になるとまた1回から、はいはい、繰り返すみたいです。古いものというか、これ何年も、何年のものですか？これがもうあんまり情報も出てなくて、はい、20世紀のものという記述はあるんですけど、100年あるんで幅が広くて、はいはいはい、で、中の記事で1983年に、うん、これをプレゼントされたよみたいな、うん、アメリカの方での記事があったので、はい、まあ、大体それぐらいなんじゃないかなと思ってます。40年前とかには少なくともあったものかなと思うので、時計とそれから気圧計、はい、はあ、これが2つが、まあ、ワンセットになってるみたいなもんなんですかね。あ、そうですね、はい、で、まあ、船の上に乗せて使っていたと、はい、ちっちゃいですよね、見た感じ。そうですね、会場で使うために、うん、なるべくこう小型化してあるっていうのと、うんうん、あとなんかこの丸い形なんかも防水なのかの意味があるみたいです、うん、四角じゃなくて丸いっていうのが、丸いっていうのが防水の意味が、はい、そうなんだ、たまらないようにっていう意味なのか分かんないんですけど、基本的に、洗浄時計って丸いものがで、小型のものが多いらしいです。ああ、そうなんですね、はい、まあ、実際はすごい重いですけどね。そうですね、実際重いですけど、あ、それももしかしたらだから戦場だからみたいなのあるかもしれないですかね、はい、いや、でもなんかちょっと面白いなと思って、はい、まあ、気圧計も含めて
しかもティファニーっていうことなんで、そうですね、寝室とかにあったら音もそうなんですけど、はいはい、いいインテリアに、ね、そうですね、はい、本当にそう思いますね、はい、なんか映画とかでもね使えそうですもんね、はい、そうですね、今度貸していただいてあの映像に映像にちょっと使わせていただいたと、はい、お貸しいただいてということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、今日もすいません、いろいろありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。すげえな。高評価とチャンネル登録いただけますと励みになります。よろしくお願いいたします。